爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールフリークの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は長谷川健太さんをお迎えしています。長谷川さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。サンフレッチェ広島対アルビレックス新潟、これが本日の対戦カードです。サンフレッチェの選手が入場します。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはサンフレッチェ広島、久保、栗原、堀田、藤本、澤田、服部、桑原、伊藤、ポポビッチ、上村、下田。続いてアルビレックス新潟、木寺、高橋、セルジオ、中野、木澤、寺川、秋葉、鈴木、本間、ナシメント、鳴尾。戦が始まります。画面に向かって右にエンドを取ったアルビレックス新潟、反対側左にエンドを取ったサンフレッチェ広島。伊藤、セルジオ、ボールを競り合う、シュート、オン、ゴー、マーベラス、スーパービューティフォーゴー、素晴らしいゴールです。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、シュート、これはゴールキック。シュート、こんな前を見ている、ディフェンダーも必死です。コーナーキックです。セルジオ、木澤、スローイン、これは危ない、スローイン。前半終了まであと5分。高橋、おっと、
ナイエローでしょう。気をつけてプレーしなければいけませんね。伊藤、戦術という呪詛を解き放つようなドリブル、ファーサイドに上げた。続き、ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0アルビレックス新潟、1点リード。さあ長谷川さん、はい、ここまでの試合どうご覧になりましたか？そうですね、非常に見どころの多い試合内容でしたね。この調子で頑張ってもらいたいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦が始まります。カットできるのか。スローイン、藤本、高橋、痛恨の2枚退場。澤田、キックを得ました。直接狙ってくるのか。これはゴールキック。後半15分、味方を探してますよ。フォローが浅いですね。アーポストを狙った。これはオフサイド。ディフェンスラインの統率が取れてますね。おっと、選手の交代が行われる模様です。下田、ヘッドでつないで、交代選手がウォーミングアップを始めたようです。スローイン、さあここからどう攻めるか。スローイン、後半35分をすでに過ぎました。スローインです。アルビレックス、ここで確実に得点を奪います。さあ、もう一度見てみましょう。アンダー。
セルが鳴りました。試合終了です。アルビレックス新潟粘り勝ちです。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、非常に見応えのある試合内容でしたね。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。